ガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は糸井商事の提供でお送りします。ペガサスプラスイースポで群馬を元気に。この番組は群馬初のプロ野球チームルートイン BC リーグ群馬ダイヤモンドペガサスと、今話題の e スポーツで群馬をもっと元気にもっと楽しくしていこうという情報番組です。ナビゲーターの松本明子です。今週は群馬ダイヤモンドペガサスの情報からお届けします。1月21日球団事務所で新入団選手会見が行われました。各選手の自己紹介や球団からの紹介などを行い、どの選手も引き締まった表情で会見に臨んでいました。今年は登録選手が14名、練習生4名の計18名の選手が新入団となります。そのうち地元選手は5名、中でも高校卒業選手が4名と球団史上最多の人数となりました。また会見では新たに指揮を取る監督、コーチ、首脳陣の発表も行われました。今日はそんな監督、コーチのコメントをお聞きください。モットーは厳しく明るくなので、それを明るく厳しくと思うのか、厳しく明るくと思うのか、そのあたりっていうのは難しいところなんですけども、まあね、本当に、南部球場で練習してますし、時間のあるファンの方、まあ、そういった方はね、ぜひ、南部球場あるいは城南球場、試合のある、ね、球場に足を運んでいただいて叱咤激励いただければなと思ってますので、今シーズンのペガサスに期待してください。よろしくお願いします。群馬を盛り上げる、ように一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。新たに室内練習場もでき、練習環境がより整ったペガサス、今シーズンの開幕を楽しみに待ちましょう。1月20日土曜日、群馬県企業等対抗社会人 e スポーツリーグ群馬リーグ2023のルーザーズリーグが県庁1階県民ホールで開催されました。この敗者復活戦のリーグを勝ち上がった2チームは決勝大会に進出することができます。大会主要タイトルの e フットボールで各チームが熱い試合を見せました。見事勝利し決勝大会に駒を進めたのはネッツトヨタ群馬株式会社、県立双葉高等特別支援学校居場所、以上の2チームです。決勝大会は2月3日土曜日、今回勝ち上がった2チームを含めた8つのチームがイオンモール高崎セントラルコートで優勝を目指して戦います。観覧は無料です。また翌日の2月4日日曜日は人気タイトルを用意して e スポーツ体験会を実施予定です。ぜひご家族でお越しください。これまでの放送は群馬ダイヤモンドペガサス公式 YouTube チャンネル、ペガサスチャンネルで配信中です。そちらもチェックしてください。それではまた来週。この番組は糸井商事の提供でお送りしました。